辻井明夫は、日本の実業家、近畿日本鉄道相談役、大阪府出身。旧制大阪府立八尾中学校入学。戦後の学生改革時に、大阪府立山本高等学校に転校し卒業。京都大学経済学部卒業後、1956年に近畿日本鉄道へ入社。1989年に、取締役。 1999年に社長に就任し、2003年より会長を務める。2007年6月の株主総会後の取締役会をもって相談役に退いた。近畿日本鉄道社長時代には、近鉄グループの再編に着手、経営悪化していた関連会社、施設の閉鎖や売却、解散などを行い、公認の山口正樹の代まで引き続き、 グループのスリム化を推し進め後に、プロ野球再編問題が起こり、大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブが合併して、オリックスバファローズを誕生させる原因を作った。なお、大阪近鉄バファローズのオーナーにはなっていない。現在は、関西経営者協会会長を務めている。なお、関西経営者協会会長も、相談役に退くにあたり退任する。 その他には、朝日放送取締役、関西電力取締役、日野自動車監査役、イニシアティブス・オブ、チェンジ理事などを歴任。2018年秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞。趣味は、絵画と少林寺憲法。奈良県生駒市在住。近鉄の首脳経験者では、数少ない学園前駅界隈の在住者でない人物であった。ありがとうございます。